内田裕太が今入ってきました。羽織かっこいいですね。ねえ、うん、大注目ですね。あの内田選手、本当に日本ヘビー級界の宝と言ってもいいぐらい強い選手ですよ。ちょっと独特な福井さん、殺気を内田選手は持ってますね。いやー、でもヘビー級って本当大きいです ね。迫力がすごいです。セコンドもかなりヘビー級ですね。そうですね。間違いないですね。さあ今回はこちら映っているのがアーツの愛弟子の内田裕太、そして一方長崎の佐世保で今立ち技のジムを自ら経営しているという森光太郎。この内田選手ね、あの伝統派空手の本当に全国的に有名な選手で、インターハイとかでもベスト4ぐらいに入って、まあ、本当に、ね、負けた選手は今の空手の日本代表とかの選手ですね。それぐらいもう日本的に強い選手です。まあ、18勝2敗というキャリアです。まあ、一方の森光太郎が20勝12敗というキャリア、もともとミドル級でやっていた選手でもあります。ローキック、重い、もう一回来た。そしてワンツー、上から下へつなげていく。表情全く変わりません内田。左、いいですね、この順突きですね、左の伸びますね。おそらく森もあれが入るとはというふうな感じで、うん、伸びるね、まっすぐのパンチですね。ボディから入っていった。ただ森選手全然いいです、引いてないですね。気持ちが前いってですね、しっかり。お、左のジャブ、まあ、ジャブというか突きというか、そしてローキック。ただ森の方が今プレッシャーはかけてます。いいですね、はい、さあここ、おお、接近戦。まあ、清水健吾選手がまあかつてね、本当にこのライズのヘビー級を代表する選手だったわけですけれども、まあ今回この対戦をしている内田裕太の同じチームアーツの選手、バダフィルダオスという選手がいますが、まあ彼が清水選手に負けてるんで、まあ今回は勝ってヘビー級のベルトの流れを作って、そのベルトを見せびらかしたいという話をしています。なんか今年中にね、あのヘビー級のチャンピオンを決めるっていうふうに伊藤代表言ってたんで、はい、あの面白いですよね。これで勝った方がね、かなり名乗りを上げてくると思うんで、まあ、おそらくはその、まあ、最有力候補と言われるのがこの内田裕太というところになっていくでしょうが、さあただ森が結構前にプレッシャーはかけてました。おー、いいですね、さらに行く、いいプレッシャーですね。いやー、膝、ナイス膝、さらにもう一回膝、はい、さあ残り1分です。森選手の膝いいですね。内田選手はね、距離の遠いところの、ジャブですね、準抜きみたいな、これですね、これがうまいですね。これでもヘビー級ですから、当たればダメージあります。完全に伝統派空手のスキルですね、はい、アッパー、おー、ナイスアッパー。さあただ森前に来る、近い距離森選手いいですね、ある程度強いところはいいですね。森選手は近い距離で戦いたいですね。内田選手はパンチの伸びる距離、この距離ですね、この距離が好きですね。ボディ、これですね、はい、網、おお、この辺りも非常に冷静にやっていきます。森選手、あの内田選手のこのパンチ受けて向かっていけるのすごいですね、度胸が。お、右のフック、ちょっと体は流れました。しかし森は前に行く。第1ラウンドが終了しました。もう理屈ではないというヘビー級の一戦、めっちゃドキドキするこれ。いつ終わってもおかしくないみたいなね。いや、久しぶりのこのヘビー級の迫力ですが、改めて福井さん、目の当たりにしていかがですか。いや、そうですね、一発一発のこのなんだろう、もうラストのパンチですかぐらいの重さがすごいですね。何なんだろうこの重み、もうなんかハンマー振り回してるみたいなね。そんな感じすらありますが、直樹さん、この1ラウンドはどんな印象でしょうか。うん、そうですね、まあ、内田選手 の、 あの左のジャブ、森選手は、近づいての膝蹴り、これはお互い良かったと思いますね。森選手がこれだけ前に来るっていうのはどうでしょう、直樹さん、予想はしてました。うん、そうですね、まあ、あの内田選手の戦いを潰したいのか、やっぱ森選手は近い距離で、パンチから膝につなげていくっていう作戦だと思いますね、はい、結構内田選手避け方も頭下げるような避け方するんで、
そこに膝蹴り狙いたいですね。距離はまた森が潰していきます。そこをかわしていく内田、ワンチを打ちます。そしてハイキックへつなげる。おいいですね。そうですね、この距離でパンチから膝、はい、森選手あれがいいですよ。まあ、これは相当勇気がないと入れないと思いますけどね。そうですね、勇気と打たれ強さですね、はい、また森前行くありますね、はい、森選手気持ちあるですね。かっこいいですね、これもう男って感じの試合になってますね、うん、なんか内田選手こうガードを避けるの上手くないです か、 なんか間に入っていく感じがする。この辺の奥さんいかがですか。うまいですね、見えてますよねパンチは。でもこの腹の膝は当たってるんで、腹は結構効いてくると思いますよ。顔にはねパンチは避けてるんですけど、はい、腹膝は結構当たってますよ。特に終盤になるとちょっと蓄積していく可能性もありますからね。そうですね、はい、疲れた頃への腹は。おーわー、ちょっと今体が流れましたが、ボディちょっとまっすぐ下がった森、ちょっと効いてますね、さあここはチャンスになるか内田。だから内田選手も少し疲れたんじゃないですかね、森選手のプレッシャーで結構削られてると思いますよ。これだけやっぱり圧受けると厳しいですか。うん、疲れてきますねやっぱり、はい、おーイエーイ捉えました。打たれ強いねただそれでも森は前に来る。打たれ強いですね、倒れてもおかしくないんじゃないかなって思いますけどね。というか倒れなくちゃおかしいですからねそうですね、ヘビー級です。まあでもそれを、まあ、なんと言ったらいいんでしょう、こうジムを背負っている会長さんですからね、そのあたりもおそらくあるんでしょう。まあ、かつては佐世保にはジムはなかったんですが、この森選手がジムを開いたことによって、まあ、佐世保は立ち技の文化が生まれました。ロキック打ち上げます。気合入ってますね森選手。さあこれダメージどうでしょうか。いやでも立とうとしてますね。止まりました。いや強いわ、内田が倒しきりました。あのくっついて離れ際の右フックでしたね、ちょうど私のいた位置からちょっと死角だったんですけれども、接近戦ですね、接近戦の離れ際の右フック、はい、体を入れ替えての上手かったですね。いやしかし森選手のこのなんていうんですか、気持ちの強さ、福井さんいかがですか。いやなんか今言葉が出なかったです。なんかもう、すごい立ち上がろうっていう最後の瞬間がこの目の前で見えるので、うわなんか今立ち上がったんじゃないかなって思ったんですけど一瞬。いや内田選手のパンチ強いな。いや正確に直樹さんさせますよねこの選手はね。いやうまいですね、やっぱ強いですね本当に。やっぱバックボーンもかなり、ね、実績残してる、空手で実績残してる選手ですし、はい、キックボクシングでもねかなり実績残してるんで期待ですね今後。まあ、右のフックでおそらく明らかに脳は揺れたと思うんですが、それでも立とうとした森、まあ、その気持ちの強さというのも非常に伝わる一戦でした。ただ今後これ本当にライズのヘビー級戦線ということになってきますからね、うん、いやかっこいいです ね、もっと見たいです、まあ、外国人の方が、ね、呼べるようになったら、この内田選手対強い外国人のヘビー級、その辺も見たいですね。いいですね。でまたこの内田選手はもともとヨーロッパで力を磨いてきた選手です。内田選手にコメントをいただきます。さあそれでは勝ちましたこの内田選手のマイク、森選手戦ってくれてありがとうございました。まだまだやな、なんかちょっと焦っちゃってたんで、まだまだ心の部分が鍛えられてないなって思ったんですけど、でもこうやってホーストカップっていう団体でチャンピオン取って、今オランダにコロナに帰れないこの時期に日本でたくさん試合を経験していきたいなと思ってるんで、ライズさんもっとヘビー級ライズで盛り上げましょう。僕が日本人代表として世界の強い奴らぶっ倒していくんで、ぜひこれからも僕を使ってください。ヘビー級復活します。おっす。
ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。2ラウンド2分19秒いい勝ち方をしたにもかかわらず反省の弁と、そしてこれからヘビー級を盛り上げるという決意表明でした。直樹さん、それを受けていかがでしょうか。そうですね、なんか喜びが全然ない、 KO 勝ちしたのに全然喜ばないこの武道家で感じがありましたね。いやでもまだおそらく自分はこんなもんじゃないっていう意識もあるんでしょうね。そうですね、本当に、はい、頑張ってほしいですよね。見たいですよね、本当に期待しちゃいますよね、内田選手に。ライズのヘビー級、止まっていた針がまた動き始めました。内田裕太が2ラウンドノックアウトで勝利をしています。